船越梶ジ郎から1962年10月30日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。名は伊宇シ郎とした例もある。連合艦隊首脳部。左から船越、島村駿、東郷平八郎、上村彦之城、加藤智三郎、秋山正幸兵庫県出身。船越康氏の4、男として生まれる。 海西中学校を経て、1890年4月、海軍兵学校を卒業し、翌年9月に、海軍将尉に任官。日清戦争に、橋立文隊師として出生した。八重山文体長、富士文隊長、陳炎水雷長、呉水雷団副官、朝日文隊長、砲術練習所教官、薬も砲術長、教育本部第一部員などを経て、日露戦争には、 第二艦隊の副艦として従軍した。その後は、海軍省人事局員、香取副長、千葉屋、泉の各艦長、横須賀鎮次府付、津島、橋立、岩手、八雲、生駒の各艦長、関西本部議装員、春名艦長などを歴任し、1915年12月、海軍省省に進級した。イギリス大使館付、武官、 横須賀陳府参謀長、第一艦隊参謀長、県連合艦隊参謀長などを経て、1919年12月、海軍中将となり、第二県外艦隊司令官、召官会議議員、横須賀交渉長などを歴任、1922年12月、予備役に編入された。その後1932年1月から翌年12月まで、三菱石油社長を務めた。 ありがとうございます。